第5章、それから7、8日ばかり、無事な日は過ぎました。斑点をかぶったたくあん石も、それっきりで位置が栄えるかと思った頃、八五郎の大変がつむじに乗って飛んできたのです。待つくろ八、おめえの顔を見ると、おしずは片付けを始めたぜ。今日は何があったんだ。そういう平次は、タバコを輪に吹いて、大して驚く色もありません。落ち着いていちゃいけませんぜ。なんだ、丹波屋の隠居が殺されかけたとしたらどんなもんで。殺されかけた？それじゃ死ななかったんだな。いやんなるな。そんなにタガをくくっていちゃ、丹波屋の隠居は俺をこんな目に遭わせたやつに明日の天道様をまともに拝ませちゃならねえ。銭形の親分を呼んできてくれ。嫌だと言ったら首根っこに縄をかけても。嘘をつきやがれ。丹波屋の隠居にそれほどの義理はねえよ。じゃあ歩きながら聞こう。命が無事なら急ぐほどのことはあるめ。平次は悠々と支度をして八五郎と一緒に佐久間町に向かいました。気の長い話ですね。親分はそう言ってるけれど、丹波屋の隠居にしちゃ気が気じゃねえわけですよ。ゆんべ夜中過ぎに隠居の寝ている部屋へ10貫目以上もある石を放り込んだものがあるんですよ。石を放り込んだ？こうした雨戸をみじんに叩き砕いて、石は寝てる隠居の上へ落ちるはずでしたが、運のいいことに狙いがそれたのか。狙いは見事でしたよ。隠居がそこに寝ていたら、間違いもなく腐った卵のように潰されたことでしょうが、運のいいことに2階の障子を張り替えて半分張ったまま、肝心の宗吉が昼から用事があって外に出かけ、遅くなっても戻ってこなかったんで、隠居は大の寒がりだから、その晩だけ陰気な下の部屋に寝ていたんで、思わぬ命拾いをしたというわけですよ。待ってくれよ。その隠居の見かけの奥国という女はどうしたんだ？その晩もいい具合に本所の親類か母親かのうちへ泊まりに行ったことだろうな。その通りで、1日15日じゃねえけれど、20日正月のご馳走があるからと。よしよし、わかった。ところでそんな石をどっから誰が放り込んだんだ？庭から2階へ放るわけはありません。天狗の仕業にしてもそんなことはできねえ相談で。すると、母屋の隣にある土蔵の屋根から転がしゃ、ちょうど離れの窓に飛び込む見当です。土蔵の屋根、そんな石を持って登られるのか？それもやっぱり天狗の仕業ですね。丹波屋の隠居が天狗に貸しでもあって、あんまりしつこく催促したんだろう。冗談じゃねえ。ともかく行ってみよう。こいつはおめえ一人の了見じゃ難しかろう。平次が乗り出したのは、これもその日の昼近い時分でした。佐久間町の丹波屋の前まで行くと、店の中がなんとなくざわついて、通い番頭の徳三郎は出たり入ったり落ち着かない様子でうろうろしております。どうしたい番頭さん。八五郎が声をかけると。あ、八五郎親分、銭形の親分もご一緒で大変なことになりました。若主人の中之助さんとお上のお俊さんが。どうしたと言うんだ。番頭の徳三郎は物も言えないほど慌てているのです。美濃和の万七親分が来て、お二人を縛っていきました。何だと？ご隠居様を殺そうとしたのは若主人の中之助様ご夫婦に違いないと言うんで、お二人とも早寝をしてしまって何にも知らないと言うと、夫婦口を合わせたに違いないと申します。徳三郎がそんな話をしているところへ、下男検体の手代の宗吉も末娘のお初も出てきました。銭形の親分さん、お願いでございます。若主人のお力になってあげてください。不愛想でお世辞のない方ですが、若主人もお上も悪いことをなさる方じゃございません。美濃和の万七親分はどこから聞いたか、ご隠居様がいつまでも頑張って所帯を渡さないから、若主人が待ちかねて夫婦相談の上お汚れしをやりかけたと申しますが、そんなバカなことがあるわけはありません。お願いでございます。宗吉は必死の血相で銭形平次に絡むのです。若くって強そうで情熱的な宗吉の態度はやはり平次を持て余させた様子です。それにもまして平次の心を打ったのは、宗吉の後ろからそっと手を合わせて拝むような格好をしている妹のお初の姿でした。細々としているくせに妙にふくよかなお初の風情は、
平次もほろりとさせられましたが、それより八五郎の感動は大したもので、水っぱなを横殴りに、ねえ親分、なんとかしてやってくださいよ。若主人の中之助さんは無口で不愛想だけれど、心の中は優しい人だ。親殺しなど企む人じゃありません。それにこんな商売をしているくせに、妙に弱い人で、一貫目以上もある石を小僧の屋根の上に持ち上げる力なんかあるわけはありません。八五郎は誰かに頼まれでもしたように、必死と中之助、お俊夫婦のために弁ずるのです。第六章、平次はこの人たちをかき分けて、母屋から離れへ行きました。離れは土蔵と母屋の陰になって、その土蔵側の2階の西窓はひどく打ち壊されて、格子も雨戸もめちゃめちゃになっているのです。銭形の親分、この張り様だ。見てください。隠居の中左衛門は平次の顔を見ると、救われたような気になる様子です。大変なことでしたね。石の落ちた時刻は夜中過ぎだったと思います。幸い宗吉が障子を半分張らなかったので、下の部屋に休んでいると、いきなり頭の上へドシーンと来ましたよ。最初は地震かと思いました。帯を切ると、母屋から宗吉が駆けつけてくれました。だいぶ経ってから、せがれの中之助と嫁のお俊が出てきましたが、美濃和の万七親分もそれを不思議がっておりました。若旦那の中之助さんは体が弱いそうで、その十貫以上もある石を、土蔵の屋根へは持って登れませんね。八五郎がそう言っていましたが、平次はこの老人にそう言ってみたかったのです。自分の本当のせがれに親殺しの疑いをかけるのは容易ならぬ妄衆で、十手取り縄の手前を忘れてその恐ろしい疑いをほぐしてやる気になったのでしょう。だがね、銭形の親分、せがれはともかく嫁の気持ちは何年経っても私には分かりませんよ。それにいざとなれば大きい石を二人で運び上げる手もある。会員居さん、そいつは歓迎すぎですぜ。十貫目以上の石を二人がかりで持ち上げてはしごを登れるもんかどうか考えてみてください。そうでしょうか。隠居の顔に濃い疑いの色の浮かんだのぼしをに八五郎を促して平次は二階に登ってみました。かあいつは大変だ。八五郎がとんきょうな声を出したのも無理のないことでした。格子と雨戸を破って部屋の真ん中に転げ込んだ石は、いつぞやの羽織を着た石よりはさらに大きく、これを土蔵の屋根に持って登るのは大変なことで、ひ弱い男とその女房の二人ではもちろんできそうもないことです。おそらく強力な男が綱をかけて背負った上、一人は上から綱をかけて引き上げ、一人は下から棒で押して、三人くらいの力を合わせてやったことでしょう。もう一度外へ出て土蔵の軒下を見ると、この辺と見るあたりに深々とめり込んだはしごの足跡が二つ。間違いもなくそれは土蔵の軒の下にかけてある火事場用の竹はしごで、これならば随分役に立ちそうですが、石を運び上げるためにはやはり二人以上の男の力を要します。一応の調べが済むと平次は外へ出ました。黙々としてついてきた八五郎は潮時を見て平次に声をかけます。親分、もうくせ者は分かったでしょう。美濃和の親分の縛った若主人の中之助夫婦でねえと決まれば、私は引っ消してその義士人を縛ってきますが、一体どの野郎です。慌てるな八、このからくりは容易じゃねえよ。おめえは本所のあのおめかけのお国の母親に会ってくれ。え、昨日娘のお国を呼んで止めたのは訳があるにちげえねえ。1日と15日には母親のところへ行って泊まることになっていると言ったが、21日に行ったのはどういうわけだ。それが聞きてんだよ。へ、行ってみましょう。ゲールにはもう一度丹波屋の近所の噂をあさってくれ。あの隠居はよっぽど近所の衆に憎まれているようだから、とりわけ丹波屋の持ち家の三人の店子たちの様子が知りて。へ、そんなことならわけもありませんよ。八五郎は話を半分聞いて飛び出してしまいました。第七章、八五郎が
報告を持ってきたのはその晩遅くなってからでした。それによると、親分、変なことになりましたよ。あの妾のお国の母親、本庄相生町のうちへ昨日昼のうちに行って、今夜は気になることがあるからお国さんを夕方までにこっちへ呼んで、何が何でも一晩止めるように言ったのはあの下男の宗吉だそうですよ、というのです。それを聞いた平次は驚くかと思いのほか、そうか、やっぱりそうだったのか、と思い当たった膝を叩くのです。それから丹波屋の三軒長屋も内外から当たってみましたが、三軒ともまことに神妙で少しも変わることはありません。一軒は教授や下職の黒七、30過ぎのちょいっとした男ですが、貧乏なる平で呈したことはできません。浪人の北山修之進は、これは武芸よりや相撲の方が得手といった男、日本差しのくせに腰が低くって飛んだ愛嬌もんですよ。三軒目は与高そば敵屋の半兵衛、小柄で無口な男ですが、重い荷を背負って歩くから体は丈夫で。人相を見ただけで帰ったのか。いいえ、今晩三人揃って商兵を休んで夜鶴に行くことまで聞いてきましたよ。この寒空にか。釣り吉芸は暑いも寒いもありゃしません。少し旬は遅いが寒ブナがいいそうで。待ってくれよ八、そいつは容易ならねえことになるかもしれねえ。佐久間町まで行ってみよう。おめえも家へ帰る道順だ。へえ、わしはここへ泊めてもらうつもりで来ましたが。贅沢を言うな、ご用に待てしばしはね。二人はいてつくような夜の街を佐久間町まで飛んだことは言うまでもありません。丹波屋まで行き着いてみると、夜更けにもかかわらず店の中が恐ろしくざわついております。どうした、何があったんだ。平次と八五郎が飛び込むと、夜中に呼び出されたらしい番頭の徳三郎が、はあ、親分方、ちょうどいいところで、今呼びにやるところでした。そういえば町内の者が二三何やら支度をしております。どうしたというんだ。ともかくも離れへ通されると、隣町の外科がやってきて、下男の宗吉の怪我の手当てをし、隠居の中左衛門と妾の奥には何にも手につかない様子でうろうろしております。親分、今夜のはまるで押し込みでした。幸い宗吉が前から気がついて、私どもを母屋へ追いやり、自分が私の身代わりになって離れに寝ていると、四つ半近くなっていきなり二三人の者が雨戸を押し倒して飛び込み、あっという間もなく布団の上からつく叩くの乱暴を働いたそうで、幸い宗吉は気がついてかいくぐるように逃げたから助かったが、でも大変な傷ですよ。そう言われた宗吉は体中に包帯をして、人々の止めるのも構わず床の上に起き直るのです。とんだお騒がせして相すみません、みんな私のせいで、と頭を垂れるのです。その様子を見ていた平次は、何を思いついたか手当てが済んで帰り支度をしている外科と何やらささやき交わして、幸い傷は急所を外れているようだから大したことはあるね。宗吉殿と内々で話していことがあるから、ご隠居さんだけ残して後の人はしばらく遠慮してくれ。平次が声をかけると、離れへ入ってきた大勢の者は八五郎に追い立てられるようにぞろぞろと母屋に引き上げて、残ったのは隠居の中左衛門と下男の宗吉と、そして平次と安頓だけ。八五郎は縁側に頑張って外から覗く不心得者を見張っております。さて宗吉、みんな話してくれねえか。ご隠居とあっしのほかには誰も聞くものはねえ。こないだからの騒ぎのいきさつ、おめえはみんな知っているはずだ。おめえが言いたくなければ俺が代わって言ってもいい。最初羽織を着せた石の綱を解いた時、おめえは結び目の急所急所を心得て訳もなくほどいた。あら、自分で縛った綱だから、あれほど重いものを扱って結び目がみんな女結びだったのもおかしいじゃねえか。それから次に土蔵の屋根から石の落ちた晩、おめえは昼のうちに部屋の2階の障子を張ってわざと半分にして外へ出てしまって、その晩ご隠居さんが2階へ寝られねえようにし、本所のお国さんのおっかさんのところへ行って、お国さんを本所に呼び寄せて止めるように細工をした。
それから今晩もご隠居さんを母屋に寝かして、おめえは離れに頑張って夜討ちを待った。その気でやらや相手を打ちのめすか、取りひしぐか、怪我ぐらいはさせられるはずだが、おめえは打たれ放題になって何の手向けもしなかったらしい。疑えば変なことがたくさんある。どうだ、この辺でみんな打ち明けちまったら。平次の調子はまことに行き届いたものですが、いかにも柔らかで親切でした。宗吉はそれを聞いてうなだれてしばらく黙っておりましたが、やがて包帯だらけの顔を上げると、すみません、みんな申し上げます。わしはもう思い置くことのねえ体でございます。わしの罪滅ぼしにみんな申し上げた上、銭形の親分のお縄を頂戴いたします。宗吉の物語は不思議なものでした。実は申し上げると、わしはご隠居様をお恨み申して危うく命までも。そう言って宗吉はさすがに固唾を飲むのでした。宗吉の話は長いものでしたが、今から12年前、宗吉の父親と母親が不運と病気のために13になったばかりの一人子の宗吉と親子3人心中を企て、貧乏長屋の雨戸を締め切り、針に縄をかけて首をくくろうとした時、隣に住んでいた丹波屋の隠居、その頃はまだ40代の若さで働き盛りだった中左衛門に見つけられ、危うい命を助けられたことがありました。ちょうどそれは正月の15日の詐欺町の宵、中左衛門は大げさなどんど焼きの後始末を心配して水を張った手桶を持って庭へ出た時の出来事だったのです。どんど焼きの竹や門松の焼けたぬくばいに水をかけた匂いが宗吉の鼻について十何年か経っても忘れられなかったということです。それから丹波屋から借りた金で借金の始末はしましたが、そのために宗吉の一生暴行が始まり、両親が死んだ後まで長い奉公が何の手当も給金もなく続いたのです。宗吉も最初のうちは中左衛門の恩に感じておりましたが、日がたち年を重ねるうちに一生暴行のバカバカしさが身にしみ、年頃になってからはこの奴隷の境涯がつくづく呪わしくなりました。そしてそれが身を焦がすほどの憎悪にまで成長していったのです。その間に中左衛門の末の娘のお初が輝くばかりに美しく生い立ち、宗吉との間に淡い恋心が育って、宗吉の怨恨もしばらくは薄れてゆきました。その淡い恋がやがて熱烈な死母となり、お初の口から父親に言い出そうとしている矢先、お初自身にこの上もない良縁がまとまり、本人の意思も無視して、来月は本白金町の伊勢屋に嫁入りするまでに話が進んでしまったのです。折あしく三軒長屋の住人たちは丹波屋の隠居を恨み抜いておりました。浪人北山修之進は丹波屋の妾お国が勤めをしていた頃の馴染み客で、蕎麦屋の半兵衛は借金の抵当に屋台を取り上げられた恨み、教授屋の下塾の黒七は家賃をたった三つ貯めて所帯道具まで路地へ放り出された恨みがあり、その三人が宗吉と相談をして丹波屋に一泡吹かせることになったのです。その約束はいたずらの程度にとどまり、もとより丹波屋の隠居の命までも取る意思はなかったにしても、浪人北山修之進は腹からの悪党で、お国を取られた恨みを忘れがたく、この計画を命取り仕事にまで押し上げたのは先方もないことでした。今日はいよいよ中左衛門を塀そばの松の木に吊り上げ、よそからは首くくりの自殺と見せかけることになり、宗吉は中左衛門の寝息をうかがってその首に縄をかけることを引き受けさせられました。首に縄さえかけてもらえば、三人は松の枝にかけた綱を外から引き上げ、手もなく中左衛門を離れの2階松の枝にぶら下げる手はずになったのです。が、その日はちょうど正月の15日でした。門松を焚いたどんど焼きの匂いが宗吉の鼻へ
十何年か前の親子心中を企てた日のこと、父親と母親と三人並んで針にぶら下がったあの時の光景を思い出させます。生竹と生松葉の匂いが宗吉の両親を呼び覚ましたのです。中左衛門の娘のお初は来月に迫る伊勢屋への嫁入りを嫌って一緒に逃げてくれと宗吉に迫るのです。宗吉はお初の心持ちさえ聞けばそれで十分だったのです。この娘を道連れに、これから当てのない苦難の道を踏み出すことまでは考えていず、どんど焼きの匂いに呼び覚まされた両親の火は猛然として宗吉の罪を責め立てます。そうして綱は中左衛門の首ではなく羽織を着た石にかけられました。その上陰郷を下に寝かして二度目の石も無事に済みましたが、宗吉の両親はそれで済んでも三人の仲間は承知するはずもありません。散々宗吉を責め立てた上、宗吉が隠居の身代わりになって大怪我をすることになってしまったのです。これがみんなわしのやったことでございます。お隠居様の大恩も忘れとんだことをいたしました。でも私はもうお嬢さんの本心を聞いて安心いたしました。この上の望みは銭形の親分のお縄をいただいて罪滅ぼしがいたしとうございます。包帯だらけの手を後ろに回して宗吉は観念の目をつぶるのです。障子の外にはしくしくとすすり泣く声、言うまでもなく話の様子を心配したお初がそこに立って何もかも聞いたのでしょう。どうですご隠居、あっしはもう帰りますよ。若主人ご夫婦の縄を解かせなきゃなりません。親分待ってください。私もなんかこう夢の覚めたような気がします。貸した金を取るのが何が悪いと思った生涯が浅ましくなりました。お初、そこにいるようだがここへ入ってこい。今夜のうちに宗吉と杯ごとの真似だけでもさせてやろう。幸い銭形の親分のお仲人で本白金町の方は夜が明けてから私が行って破談にしてくるよ。隠居の中左衛門の声は初めて晴れ晴れとしました。もう明け方も近いでしょう。そうしてこの時、中左衛門にいたずらをしすぎたお長屋の三人男はこそこそと夜逃げの支度をしていたのです。縁側に聞いていた八五郎も妙に鼻ばかりすすり上げております。しくしょう、風邪でも敷いたかな。大きなくしゃみが一つ、でもいい心持ちそうでした。野村古道作、銭形平次捕物控えより、正月の香り、書室オール読み物、昭和29年1954年1月号より、読み切り。